こんにちは。お金の寺子屋運営チーム代表の登場です。今回は2021年5月に行われた FP2 級の学科試験、問1から問10、ライフの分野の解説をしたいと思います。これは動画での解説なんですけれども、この動画の概要欄に貼ってあるリンク先では文字ベースでも解説していますので、よければご利用ください。それでは早速始めていきたいと思います。 まずは第1問です。関連法規の問題で最も不適切なものはどれかを選んでくださいということです。1番は弁護士の資格を持っていない人が法定貢献制度と任意貢献制度の違いについて一般的な説明をしたということです。一般的な説明というのは関連法規の論点で誰でもすることができるもののキーワードですからこの選択肢は正しいということになります。 続いて2番、弁護士の資格を持っていない人が医療費控除について相談を受けて、保険金などで補填される金額については医療費控除の対象とならないことを説明したということなんですけれども、この選択肢については直接一般的な説明とは書かれてないんですけれども、やっていることは一般的な説明ですから、この選択肢は適切ということになります。続いて3番、社労士の資格を持っていない人が、 顧客の年金の計算を具体的に行ったということなんですけれども、なんとなくこの選択肢ダメなのかなと思いがちなんですけれども、別に社労士の資格って年金の金額を計算するための資格ではないんですよ。で、世の中には年金の金額を具体的に計算するための資格というのは特にありませんから、お客様から相談を受けてお客様の年金額を具体的に計算するというのは誰でも行っていいことになっています。 なので、この選択肢は適切ということになります。続いて4番。金融商品取引業の登録を受けていない人が、顧客と投資助言契約を締結して、個別銘柄の購入を進めたということですで。具体的な投資助言、このような個別銘柄の購入を進めるというのは、金融商品取引業、正確には投資助言代理業の登録を受けていないとすることができませんので、 この選択肢は不適切ということになります。では続いて第2問です。ライフステージ別の一般的な資金の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選んでくださいということです。一番の選択肢は、子供の教育資金を準備するために、金融機関のカードローン。一般的には金利が少し高い借金の一つですね。それで借金をして、 高リスクだけれども高い収益が見込める金融商品を購入して積極的な運用を図るというのはどう考えても少しおかしいと思います。なのでこの選択肢が不適切ということになります。で2番については老後資金を充実させるために IDECO を活用するということで3番の選択肢は子供の住宅取得資金を少し援助する際に今後の生活資金を確保した残りの余裕資金の範囲で行うということ。 4番については、相続対策として、遺言執行者として弁護士を指定した自筆証書遺言を作成するということで、234はどれも正しいということになります。この問題は、特に FP の勉強をしていなくても、常識の範囲内で解ける問題ですから、本番でこういう問題が出たら、落ち着いて確実に点数を取って、次の問題に進んでいただきたいなと思います。では続いて第3問です。 この問題は6つの係数の問題なんですけれども6つの係数の問題では必ず一番初めに一括型と積み立て型と取り崩し型のどのパターンに該当するのかを読み取ってさらに現在の金額を求めるのかそれとも将来の金額を求めるのかを読み取ってくださいでこの 3×2 の都合6パターンあるうちどの金額を求めるのかが分かれば 3つのルールにあためて適切な係数を導くことができます。一番の選択肢は、余裕資金300万円を20年間年利2%で複利運用する場合、20年後の元利合計額を計算するためにはどの係数を使いますかということです。この問題には、積み立てるとか取り崩すといったキーワードがありませんから、一括型運用だということがわかります。 そして、求める金額は20年後の元利合計額ですから、一括型運用の将来の金額を求めるために使う係数はどの係数ですかということが問いかけられているわけです。でルールに当てはめると、4文字の係数で弦の音がない係数ですから、収荷係数だということがわかります。ので、この選択肢は正しいですね。続いて2番。 退職してから30年間、年利1.5%で複利運用をしながら、毎年50万円ずつ受け取りたい場合、退職時点で必要な金額を計算するためには、どの係数を使いますかという問いかけですで。毎年50万円ずつ受け取りたいということですから、これは取り崩し方運用の話なんだということにまず気づいてください。そして、退職時点で必要な金額を計算するにはということですから、 現在の金額を求めなくてはいけないんだということがわかります。ですから、取り崩し方運用の現在の金額を求めるために使う係数を求めればいいんですけれども、それを求めるためには、6文字の係数で、弦の音がついて、年金という文字がつく係数ですから、年金原価係数だということがわかります。なので、この選択肢は正しいですね。では続いて3番行きましょう。 10年後に自宅をリフォームする資金500万円を年利1.5%の福利運用で準備したい場合、現時点で用意すべき手元資金の金額を計算するためには、どの係数を使いますかという問いかけです。でこの問題にも、取り崩すですとか、積み立てるといったキーワードがありませんから、一括型運用の話だということがわかります。そして、現時点で用意すべき金額を計算するということですから、 一括型運用の現在の金額を求めるために使う係数はどの係数ですかということが問われているわけです。でルールに当てはめると、4文字の係数で弦の音がつく係数ですから、減価係数だということがわかります。ので、この選択肢も正しいですね。では続いて4番に行きましょう。年齢2%で複利運用しながら、5年後に自家用車を買い換える資金300万円を準備したい場合、 必要な毎年の積み立て額を計算するためには、どの係数を使いますかという問いかけです。必要な毎年の積み立て額を計算するということですから、この問題は、積み立て型運用の現在の金額を求めるために使う係数が問われているわけです。でルールに当てはめると、6文字の係数で、弦の音がついて、年金の文字はつかない係数ですから、減債基金係数が正しいということになります。 なので、資本回収係数を使用するという部分が不適切になるわけで、正解は4番ということになります。では続いて第4問です。公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれかという問いかけです。1番の選択肢、健康保険の被保険者の三親等内の親族が被扶養者となるためには、 被保険者と同一世帯に属していることが必要であるということなんですけれども、これはそのまま正しいですね。続いて2番、国民健康保険の加入者は全員が被保険者であり、被扶養者という区分はないということなんですけれども、公的医療保険で扶養の概念があるのは健康保険だけです。国民健康保険と後期高齢者医療制度には不要という概念はありませんので、この選択肢は正しいということになります。 では続いて3番の選択肢。任意継続被保険者について問われているんですけれども、任意継続被保険者の論点は、2位に継続被保険者ですとか、20日ネズミがニャーニャーニャーという頃があって、やたら2という数字が出てくると覚えておいてください。重要論点としては4つだけ押さえておいていただきたいんですけれども、まず、2位継続被保険者となるためには、連続して2ヶ月以上の被保険者期間が必要で、 さらに、離職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があって、任意継続被保険者となった時には、最長2年間、従来の健康保険の被保険者となり続けることができるということになっています。それから、保険料の負担が、労使折半から全額自己負担に変更されます。で、これは必ずしもそうではないんですけれども、労使折半から全額自己負担になって、保険料が2倍になるというイメージで、 まあ、2という数字に含めて覚えておいていただいてもいいかもしれません。なので、1年以上というこの文章は不適切なので、この問題の正解は3番ということになります。で、4番については、後期高齢者の被保険者となるのは何歳からですかという問題なんですけれども、75歳からです。で、社会保険の世界では、基本的に65歳になると年金が支給されますから、 65歳から高齢者になるんだと思ってください。そして、平均寿命が大体85歳から90歳ということなので、65から85の20年間で区切った時に、75がちょうど真ん中ですので、75歳を過ぎると後期の高齢者になるんだというイメージを持っていただいていれば、この問題は正解できると思います。では続いて第5問です。 雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれかという問いかけです。1番、雇用保険の被保険者となるのはどのような人ですかという問いかけなんですけれども、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる人ですから、この選択肢は正しいと言えます。続いて2番、 雇用保険の一般被保険者が失業した場合の基本手当てを受給するための要件について問われているんですけれども原則として離職の日以前2年間に通算して12ヶ月以上被保険者期間があることなどとされていますからこの選択肢は正しいと言えますでは続いて3番に行きましょう育児休業給付金の額について問われています育児休業給付金の額は 休業する前の賃金日額の基本的には50%。ただし、最初の180日間については3分の2、つまり67%とされています。この問題は100分の 40%, 40に相当する額ということになっていますから、この部分が間違いですので、問題の正解としては3番が正解ということになります。4番については、 雇用保険にかかる保険料のうち、失業等給付及び育児休業給付にかかる保険料は、事業主と労働者が労使折半して負担するということで、この選択肢は正しいですね。で、雇用保険の給付って結構たくさんあるんですけれども、大きく分けると、失業等給付と育児休業給付と雇用二事業の3つに分けられます。雇用二事業については、事業主だけがお金を受け取るもので、 労働者がお金を受け取る可能性はありませんから、その分の財源については、全額事業主が保険料を払ってくださいねということになっています。ただ、失業等給付と育児休業給付については、労働者が受け取るものですから、その部分の財源賄う保険料は、労使折半して負担してくださいということになっているんだと思ってください。では続いて第6問です。国民年金に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれかという問いかけです。一番の選択肢は、第1号被保険者に該当するのはどのような人ですかという問いかけなんですけれども、第1号被保険者は、2号にも3号にも該当しない20歳以上60歳未満の人で、基本的に国籍は関係ありませんから、日本国籍を有する者のみが該当するという部分は不適切です。で、2番の選択肢は、 学生の付特例制度の適用を受けるための要件について問われているんですけれども学生の付特例制度の適用を受けようとする際には親の年収要件はないんですなので例えば親がお医者さんですとか会社の経営者だったりしてたくさんの収入を得ていたとしても学生の付特例制度の適用を受けることができるか否かには全く関係ありませんただし学生や生徒本人がたくさん収入を得ている場合には 国民年金の保険料くらい払えますよねということで、猶予を受けることができなくなります。ですので、本人の所得金額の高に関わらずという部分が不適切です。続いて3番。保険料免除期間にかかる保険料は、最大で何年間遡って追納することができるんですかという問いかけなんですけれども、これは10年間です。なので、5年間という部分が不適切ですから、この選択肢も誤りです。 ちなみに、免除や猶予を受けた期間については10年間遡ることができるんですけれども、免除や猶予を受けずに勝手に滞納した期間については2年間しか遡ることができません。で続いて4番は、遺族基礎年金を受給することができるのはどのような人ですかという問いかけなんですけれども、えー、遺族基礎年金受給することができるのは、国民年金の被保険者などの死亡の当時、 その人によって生計を維持されていた子または子のある配偶者ですから、この選択肢は正しいということになります。では続いて第7問です。公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれかという問題です。一番の選択肢は国民年金の保険料免除期間について問われているんですけれども、 国民年金の保険料の免除を受けた期間について、後から保険料を追納しなかった場合には、年金額の計算においては、真面目に保険料を納めた人と公平性を担保する観点から少し不利になるんですけれども、受給資格期間、つまり、そもそも年金をもらえるのかもらえないのかを判定する期間においては、勝手に滞納せずに、きちんと免除のお伺いを立てたんだから、優遇してあげましょうということで参入されます。 なので、この選択肢は不適切ということになります。2番の選択肢は、老齢厚生年金の繰り下げについて問われているんですけれども、国としては、できるだけ繰り上げて欲しくはなくて、繰り下げて欲しいんです。なので、なるべく繰り上げにくく、繰り下げやすくするような制度設計になっているんだと思ってください。ですから、老齢年金を繰り上げようとする場合には、 基礎と構成を同時に行わなくてはいけないんですけれども、繰り下げようとする場合には、基礎と構成、別々に行うことができます。なので、この選択肢も不適切ということになります。で続いて3番は、在職老齢年金についてです。働きながら、つまり、給料を受け取りながら、老齢構成年金を受け取る場合には、その金額が一定額を超えたときには、 老後の保障である年金の額については少し減らしても構いませんよね。ということで、老齢厚生年金の一部、または全部がカットされる仕組みがあるんだと思ってください。で、大事なのはそのボーダーラインです。つまり、給料と年金の額がいくらを超えると年金がカットされるのかということなんですけれども、65歳以上の人については47万円がラインになっています。なので、この選択肢は正しいですね。 ちなみに、65歳未満の人については、28万円がボーダーラインになっているんですけれども、この制度があるおかげで、労働意欲を削いでいるという批判がありましたので、将来的に65歳未満の人についても、47万円がラインになる予定となっています。続いて、4番の選択肢は、下級年金の受給要件について問われています。 で、下級年金が加算されるためには、年金を受け取る人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あって、年下の配偶者がいるなどの要件があるんですけれども、実はこれ以外にもいくつか要件があるんですね。で、そのうちの一つが、配偶者自身が厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金、特別支給のものも含みます。 を受け取るようになると、下級年金は支給停止されます。ただ、この選択肢においては、10年以上と書かれていますので、この部分が不適切です。なので、正解は3番ということになります。続いては第8問です。確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれかという問題です。1番の選択肢は、 個人型年金に加入することができる人について問われているんですけれども、個人型年金は基本的にほぼ全ての国民が加入することができると思ってください。ただ、保険料を払っていない人については原則として加入することができません。なので、過去に保険料を払っていない期間があったとしても、今保険料を払っていれば加入することができるんですけれども、現時点で免除や猶予を受けていたり、 あるいは、滞納している場合には、加入することができません。なので、この選択肢は正しいと言えます。続いて2番の選択肢。企業型の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、その人は個人型年金の加入者となることができます。ので、この選択肢は正しいです。続いて3番。 確定拠出年金の老齢給付金を受け取った場合の課税関係についてなんですけれども、老齢給付金は年金形式で受け取った場合には公的年金等の雑所得になって、一時金で受け取った場合には退職所得になります。なので、この選択肢も正しいです。続いて4番の選択肢いきましょう。個人型年金の加入者は、 最も早くから受け取ろうとすると、60歳から老齢給付金を受け取ることができるんですけれども、そのための要件が問われています。で60歳から老齢給付金を受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上なくてはいけませんで。この問題は20年以上とされていますから、この部分が不適切です。よって、この問題の正解は4番ということになります。では続いて第9問です。 奨学金及び教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれかという問題です。一番の選択肢は、日本学生支援機構の奨学金の申し込みについて問われているんですけれども、日本学生支援機構の奨学金には、給付型と対応型、つまり、返す必要がない奨学金と、返す必要がある奨学金の2種類があって、要件を満たせば、これらに同時に申し込むことができますから、 この選択肢は正しいです。続いて2番の選択肢は、日本学生支援機構の対応型奨学金の返還が困難となった場合について問われた問題で、奨学金の返還が難しくなった場合には、毎月の返還額を減らして、その分返還期間を伸ばしたり、あるいは一定期間返還を猶予してもらうような救済措置がありますので、この選択肢も正しいです。続いて3番は、 国の教育ローンの申し込み人について問われているんですけれども、国の教育ローンの申し込み人になるのは、原則として学生生徒の親です。ただ、社会人が学生になるような場合などに、学業に専念されると困るんですけれども、仕事を続けて安定した収入が今後見込まれるんであれば、学生本人も申し込み人になることができますので、 申し込み人は学生などの保護者に限られるわけではないということで、この選択肢が不適切となります。4番の選択肢は国の教育ローンの資金使途について問われた問題で、国の教育ローンの資金使途はかなり幅広く認められていると思っておいてください。ですので、入学金、授業料などの学校納付金や教材費だけでなく、自宅外から通学する 学生などの住居費用なども含まれます。では続いては第10問です。中小企業による資金調達に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれかという問題です。1番は手形貸し付けについて問われているんですけれども、手形貸し付けというのは、約束手形という一種の有価証券を使った資金調達だと思ってください。約束手形というのは、 手紙のようなものをイメージしていただけるとわかりやすいんですけれども、約束手形を振り出す人、手形を発行する人が、誰々3円、何月何日が来たら、これだけの金額をお支払いします。私より、みたいな手紙を渡すもんだと思ってください。で、その約束手形を受け取った人は、期限が来ると、その約束手形を銀行に持っていけば、 手形を発行した人の当座預金からお金が引き落とされて、資金を回収することができるような仕組みになっています。ですから、約束手形というのは、何月何日までに必ず当座預金の残高をこれだけ以上用意しておきます。つまり、きちんとお金を返しますということを約束するもんだと思ってください。そういうわけで、約束手形をやり取りして資金の調達をする際には、 借用書、金銭消費対策契約書を使いませんので、この選択肢は間違いということになるわけです。続いて2番、インパクトローンについてなんですけれども、インパクトローンというのは、外貨によって資金調達するもので、その資金使途には制限がありませんので、この選択肢は正しいです。続いて3番、ABL というのは、アセットベーストレンディングの略です。 マセット、資産をベースにした資金調達ということで、一般的に比較的流動性の高い資産を担保として資金調達する方法です。なので、この選択肢も適切ということになります。4番については、マルホ融資ですね。銀行からお金を借りる際には、プロパー融資とマルホ融資の2つがあると思ってください。 で、え、プロパー融資というのは、信用保証協会の保証をつけない融資で、金融機関としてはリスクが高いので、大企業ですとか、相当信頼性の高い取引相手にしか、え、プロパー融資をすることはありません。なので、基本的には、え、このマルフォ融資、信用保証協会の保証がついた融資を受けることになるんですけれども、つまり、この信用保証協会というのは、中小企業向け、比較的、 信頼性が低い企業向けの団体だと思っていただきたくてまて、あ、そういうわけで業種に応じた資本金または常時使用する従業員数の要件があるんですなのでこの選択肢も正しくて正解は一番ということになります最後までご視聴いただきありがとうございましたお金の寺小屋では FP 試験の全論点を YouTube で解説しているんですけれども 次回の試験を受ける方向けに完全無料のオンラインスクールと公式テキストをご用意しています。どちらもかなり評判のいいものですので、よければこの動画の概要欄に貼ってあるリンク先でチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。